はい はい、こんばんは。セミコチャンネル、セミコでございます。ですね、まあ昨日は、スマブラのね、最後のファイターのアナウンスがありまして、一番望まれてはいたけど、まあ一番なさそうだなと思っていたけど、まさか本当に参戦するとは思わなかった、キングダムハーツのソラがね、参戦するということで、ちょっとものすごくびっくりしたわけなんですね。まさかソラがね、本当に来るとはというふうに思ってたのでね。いやー、でもすごいですね、本当にもうね、願ったことが割と叶ってしまうというのが本当にあるのかというのね、結構驚きましたけど、まあ別に僕はキングダムハーツは全然やったことがないから、まあその空の参戦はすごいけど、やっぱりなんかちょっと複雑なところではあるんですよね。言うてもやっぱ知らんキャラではあるし、だからといえそのね、もう全世界で待望されてたっていうことを考えると、まあ、昨日その海外勢のね、その反応とかをいろいろ見漁ってたりしたんですけど、やっぱそれだけ待ち望まれていたんだなっていうのがふつふつと伝わってきましたね。いやー、すごかったですね。まあ、何がすごいって、参戦ムービーのラストでそのマリオとソラが握手するカットがもう激エモでしたよね。なんかもうすごい時代やなっていう感じでね、いや、まあ楽しみですね。2週間後、10月19日に、リリースされるということでまあどんな感じなんでしょうね。まあ一応ね、ちょっとさすがにね、そりゃ触るだけはね触りますけど、果たしてどうなるのかというふうに非常に楽しみです。さあ、で、ディアブロ2なんですけど、今日は、まあ、できればメフィスト倒すところまでは行きたいですね。まあ、その前にラムエセンの章をクリアしないといけないんで、寺巡りをしないといけないですね。寺、寺院巡りですね。2時間でメフィスト倒すとこまで行けたらテンポ的には早いのかなって気がしますけどね。でもさすがにちょっとレベルが足りんのじゃないかなと思うんですけど、どうなることやら。ごきげんよう。じゃあまずはバザールから回っていくか。寺院はどこじゃ。いいんじゃない。やっぱいつまでも剣だけっていうのもしょぼいから、強いポールアームが欲しいよね。気がしょぼいね。
ちょっといいの落としてくれりゃね。痛い痛い痛い。端っこやからあんま寺院はないよね。そう、こうチャームをねポロッと出すぐらいの気概を見せてほしいよね。弱い。なんか寺院が見つからん。こんばんは、ダジモさん、こんばんは。痛い。痛い。ちょっともうオンラインこの食らってるか食らってないんか分からんような判定やめてほしいのよな。あ、ここ違うか。影がすごい。寺院に生きてんだよな。いや、やっぱ一発ユニーク手に入れちゃうとやっぱなかなか他の武器に移りにくいよな。これちょっと飛びすぎじゃないって思うけどな。あ、そういえば寄れるねんな。寄れるってすごいな。寄る意味あんのかって感じやけど。あ、なるほど、ホイールでスキルが変えれるのか。そっか、それ気づかんかったな。それやったらいちいち予算でもいいからファンクションとホイールで分けれるから便利やな。便利機能、地味に気づかず。これ以上持てない。やっと陣1個あったわ。影に隠れるのずるいと思うんですけど、あー、もう最初の寺院でも見つかってほしい。もういろんな寺院、あ、でいろんなとこ回るんだるいねん。やねん、クソがよ。
荷物が多すぎる。多すぎる？やべえな、この毒蜘蛛の毒が結構深いな。調子乗ってると毒殺もあるな。やべ、解毒を装備しとこう。そなたか。指輪も結構いらん指輪が溜まってきたな。ダイヤはまだか。何だっけ、解毒。ダイに変えといて。他は売る。ホイールで変えれるって分かってもやっぱりファンクションをしちゃうような。ファンクションの設定をやめればいいか。サリナか？サリナ来た。やっ、サリナがよ。サリナおるっていうことはここか。はい、あまりに一瞬やったな。しょっぱかったな。なるともうあとはメフィストだけやねんよな。話でも聞いていくかね。鑑定なかった。これもどこまでやるかやねんよな。とりあえずノーマルはクリアするとして。これで皆が三大役について学ぶことができるはずじゃ。ああ、じゃがお前さんには。これでクラストの闇を払えばいいんだが。言ってることちょっとおかしない？そんなに強くないよな。あー、そっか、スキルがついてんのか。いやー、外したときはだるいぞ。
あかん。金なくなってきたな。高等評議会な、長老議会でいいよな。毒全然大丈夫なかったな。さあというわけでトラビンカルなんですが、トラビンカルはやばいからね。せめて1レベル上げていきたいけど難しいな。これはやばい、弱くて泣けてきそうや。行っちゃうか。悪魔近づくと突進してくるからな。あい、ライフバーンはマジやめてほしい。やばいやばい、全部おるのやばい。さすがのトラビンカル。あ、ここか。あい、いやー怖い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 。やっぱ怖いよここ。あ、死ぬ。炎の指のジュラブ。へえ。やっぱだいぶ恐ろしいな。これメフィストきついぞ。こんばんは。はい。一匹ずつおびき寄してじっくり倒していこう。二つ来られるときついわ。あいつは帰れねんよな。攻撃力がね、あまりにも高いんですよ。フレイル来た。OK。しかしまだ一人倒しただけ。あと二人おるからね。傭兵ちゃん、いやヒュドラがだるいのよね。マジでこっち来てくれ。
いいよいいよ、一人ずつね。こっちに来させろ。ストーンスキンはだるいね。はい、あと一人誰だったっけ。イスメイルかアイワンでやったっけ。イスメイルカースならまだいいわ。ほら、これで大地が闇の力に苦しめられることはない。無理だ。あ、そっか、カリムの意志。ふう、カリムのフレイルに聖なる力を宿せば支配のオーブを破壊しメフィストへの道を開くことができる。さあ、ホラドリムのキューブにカリムの目、心臓、脳、フレイルを入れて合成を行い、カリムの意志を作り出すのだ。ちょっと長老こすりしてもいいかもしれんけどな、今じゃないよ、ね、クラストをザカラム評議会から解放することは極めて重要であった。だがまだ終わってはおらん。支配のオーブを破壊せねば、ディアブロとバールは今にも腹からメフィストを見つけ出してしまうだろう。休んでいる暇はないぞ。意志はそんなに強くはないのよね。弱いね。弱いね。とかこんだけ弱いとどうしようもないな。バールは寺院都市を探し当てているだろう。彼らの目的は一つ、メフィストを守護の塔の封印から解き放つこと。彼らより先にメフィストの元へとたどり着き、この世界に憎悪が撒き散らされるのを防ぐのだ。あ、割と遅い気はするけどね。おはよう。おお。話してくれる人が少ない。あ、おお、よくやった英雄よ。カリムの意志を使えば支配のオーブを破壊してメフィストの元へたどり着く。やっぱ全体的に吹き替えが若いのよね。こんにちは。何かな。まあ、ちょっと新鮮さはあっていいのかもしれへんけど、ちょっと若すぎかな。
怒ってるやん。いやー、ここも嫌ですね。長いのよね、ここ。ノーマルやからいいけど、ナイトメアとかヘルになってくるともう死ぬほどでかいからね、ここ。間に合えば暗いし。魔法とライフバーンでモリモリ食らうのが嫌やな。ヘイポイント何回やったっけ？ 2 回か。とりあえずまっすぐ行く戦法で。はじはじでね。ああ、いいっすね。はじはじ戦法効いてる。ちょっと一回変える。確かウェイポイントは2回やったよね。うん、じゃあウェイポイントを探しましょう。話が聞いていくかね。うわー、霊気ある分こっちの方が強い可能性があるな。このポールアームつけてる意味ないよな。そうなんだか。そんな大した強さじゃないし。盾もちょっと外しとくか。電撃に弱いけど、でもなんかそんなに電撃おらんかった気がするけどな。ゲロ弱、泣きそう。まあやっぱ合成で、合成程度じゃそんな大したもんは手に入らんわな。さあウェイポイント頑張って見つけましょう。多分遠いねよな。ジェム、
ライフバーンが強すぎる。恐ろしい。あいだい霊気やばい。ちょっと傭兵頑張って。やばい、爆弾。爆弾小僧おったか。そっか、それは厄介やね。多分これも端端で行った方が。ウェイポイントがすぐに見つかりそうな気がするんだよな。階段が先に見つかっちゃったか。 いいねんけどね。どうせ階段は見つけるからいいんですが。ウェイポイントも大事なわけですよ。はい。これ以上持てない。ああ、いいね。久々にまともなチャームが。さあ、階段が先に見つかったのはいいことやねんけど。あ、近い近い、よかった。ああ、よかった。近かった。まあ、やっぱさすがノーマル。狭い。っていうことはもうこれメフィス行けちゃうのでは。そうですね。まあただ気をつけないと長老が出てくるからね。暗すぎる。あまりにも暗い。それはどうした。ようこそ。でもね、なんとかしないとやばいよね。メフィストきつやな、マジで。ああ、レベルが足りんのよね。
はい。取り巻きを少しずつね。あれ、長老ここにもあるんじゃなかったっけ。確実にね。マッサーこれはつえいや、ちょっと待って、メフィスおるぞ。行くな。いや、怖え。メフィスとは怖い。で、ちょっとあっち側のやつも倒しとかないと。これ事故になるかな。そう。元気かね。そりゃねえわ。良い昼だ。倒せるか。どうした。まだ残ってんのよね。確か。おるよな。あれなしか。じゃああとはもうやっこさんだけ。違う、まだおった。ワイヤンドがおった。どうも。そうだろ、感謝しろっての。
来るぞ。温帯が。兄弟たちはお前の手を奪われた。いや倒せるやろ。よし倒しきるぞ。死ね死ね死ね。はい、これで世界も平和になるかもしれない。はあ、これ以上持てない。これ以上持てない。こうやって油断してるとこの辺の残った味噌カスにやられんのよな。そう考えると危なかったな。これが残ってるのにメフィストと やってたの。ワンチャン殺されるもん。アナバーンとメフィストの攻撃噛み合ってたら終わってるからな。いやよかったべ。サクッとまとまってよかったね。一旦帰って。これこそ信じた甲斐があったというもの。さてディアブロは地獄へ向かった。おそらくバールもそれに続くだろう。地獄の門に入り、すべてが無に帰する前に恐怖の帝王を打ち倒すのだ。それでようやくこの世が救われる。救いたいね。ああこの世救いたいんじゃ。ようこそ。これは強いね。スピアはちょっとダメージが低いよね。しかもスピアやしな。他話ができる人おるかな。できひん。おはよう。いや、声もかけてくれ。
ナタリアってどのタイミングでおらんなるんやったっけな。ごきげんよう。あまあ結構筋力に無茶振りした感はあるけど、まあまあ。いやー解毒がちょうど足りてよかったな。え？あーもういっぱいか。はい、よいしょ。アクト3クリアでございます。ディアブロは次かその次ぐらいかな。あんたに言われた通り、私はザカラムの寺院を見つけることができた。その寺院の奥深くには、うん、悪魔たちが集まっていた。あの国威の放浪者とタルラ社、そして最後はおぞましき姿を晒した憎悪の帝王メフィスト。メフィストの見た目は前の古い方がいいね。心臓に無数の針を突き立てるがごとき声を。だからメビスの声はいい感じやな。バレると思うけどな。あ、ちょっとリアルすぎて気持ち悪い感じはあるけどな。あ、ここはすごいな。来たね。ちょっと細マッチョになったか。学校におんのにくぐれるわけないやね。さあアクト4。時は満ちた。メフィストのソウルストーンを破壊するのだ。
まずはソウルストーンを地獄の炉に持って行け。炉にソウルストーンを置き、豪華で鍛えられし土で粉々に砕くのだ。メフィストがこの世界で再び受肉するのを防ぐにはこれしか方法はない。また会えたな英雄よ。メフィストの死は天界にとっても大いなる勝利だ。いずれ君がここに至るのは分かっていた。豪華のうごめく地獄の前にあるのは天の力に満ちた福魔殿の砦だ。そこは幾千もの光の戦士たちが血を流した神聖な地だ。君同様、彼らもまた人であった。三大悪との決戦の時は近い。だがそれに私が直接手を貸すことはできない。私にできるのは幾ばくかの知恵を授けることのみ。これは人の勝利、君自身の勝利となるのだ。まあ、キラエルも難しい立場よね。天の力がそなたを導くことを願おう。闇に飲まれ苦しむ魂がある。かつてこの見捨てられた地に囚われていたその魂は人間からはイズアルと呼ばれていた。そしてかつては私の最も忠実な部下だった。悲しいよね。だが私の意に背き、地獄の炉へ無謀な攻撃を仕掛けた。イズアルは力と勇気を兼ね備えていたが、三大悪に囚われ邪悪な力に落ちた。そして彼は天界を裏切り、秘匿されていた天界の秘密を明かしてしまったのだ。彼は堕天使となり、天界からも地獄からも信頼されぬ存在となった。この禁忌を犯したことでイズアルの魂は深淵より呼び出された異形の怪物の中に縛り付けられてしまった。それから長年の間、その魂はその異形の中でセネクを追わされ続けている。彼はもう十分に苦しんだのではないだろうか。英雄よ、イズアルを見つけて無慈悲な折々解き放ってはくれないか。彼を罪と苦しみから解放してくれ。ここで市場が混じってるもんね。ようこそ。いやー、ちょっと若いな。何か必要かな。やっぱ一気に武器のレベルが変わってくるね。これで一発。いやー、ちょっと微妙か。微妙な気はするけど。じゃあちょっとだけご挨拶するか。そう、開幕からおんのよね。あるぐらいは行くか。痛い。なぜユニークカブト激アツ。はい、
全属プラ15強いすぎる。最高やね。あんなクソネズミだよ。これちょっとイズナルも大変そうやな。イザルには寄っていきたいよね。こんな広かったか。あ、こっちか、これか。あ、特大飲んじゃった。あ、やばいやばいやばい、あれは強えんだ。気をつけな、その辺におるからな。だるい。
こんなんもううっかり出会うこと打ってやいやんな。来たし。いやーもう倒すしかない。体力が多いんだ。マジで体力多いな。ガスケッツ、あーこれまだ足りんね。つらもう。まあいいや。ここで落ちるかね。勘弁してくれ。ちょっとつなげさせて。はい、うん、どうした。違うわ。マナーをちょっと強みに持っていった方がいいな。半分ずつぐらいか。余分に持っていっときゃ足りるやろ。こんにちは。もう一回探さなあかんのだるいな。やめるか今日。1時間やったし。いや今日終わりで。まあじゃあ次回は
アゼル倒すとこからやります。この辺でいらんのは売っていっていいと思うけどね。じゃあそういうわけで、まあちょっと切断がなければちょっとあのまま倒したんやけど、まあしょうがないですね。じゃあそんなわけで次回はアクト4やっていきます。ディアブロまで倒しきれるかどうかはちょっとまあ時間次第っていう感じですね。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。